24勝1敗1つの引き分けがあります。24勝のフォーテンズミレニアムイベントインイベントオブザイーヴニング12ラウンドボクシングエンターズリングウィズアトゥーレジェンズレコードオブ103ウィンオンマイレフトファイティングアウトザレッドコーナーウィズアレコードオブ24ウィンだったら、はい、チューのようなスタイルチャベスの本来のボクシングだったらやりやすい。その偉大なるメキシコのヒーロー英雄に立ち向かっているのはチューの圧倒的有利と出ています。ちょっとバランスを崩します。左表通りの動きおっと左利く左利くチャベスすることができるんでしょうか。コンスタンティンチュー左おーっと右ストレート。今の当たりはバランスが良くないですね。チャベスはだからその後続けてパンチが出るんですけど、そうなんですね。それで射程距離まで振り寄せたチャベス、おっとっとと、随分プレッシャーかけられてますね。チャベスは自分がかけることがあっても滅多に少し浅いと言われたこのこれでしたかな、うん、ちょっと角度、うん、あとチャベスの特徴としてあの見事なボディーブローありますよね、うん、レバーブロー。そしてチャベス勝けどもだいたいおっと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 も素晴らしい戦いを2試合展開しています。このフリオセサールチャベスフェイクから左を打っていきます。左打ったフック浅いか、思い切りのいいパンチ出してますよ。そうですね、戦った試合というのはいくつあったんでしょう。2回左相手を交代させて攻め落とす、おっとっと見ています。そのフリオセサールチャベスちょっとバランスが立ちていますが、あまあ1万4速っています。応援の仕方をしています。 WBC 世界中継を握りながらも進めています。結構です ね、 ね、ええ、今のパンチだと見えますもんね。自ら下がりましたがそこを小さく当てていきます。コンスタンチンチューでした。チュー頭が当たったとアピールチャベスの出血によりまして試合が止まってしまいました。あほっ、まあ、ちょっと低いちょっと低いって言ってますね。おっとチューがいいカウンターを取ったようです。今度はボディチュー対チャベス、チューがチャンピオン挑戦者がチャベスですよね、まあ、このアリゾナにおいてはですね、はいはい、あーいいカウンター危ない。あっというのはやっぱチャベス体に力が点をしっかりと握ることができませんでした。先ほどのシーンチャベスコンスタンチン中その辺をもうしっかりとチャベスの今日の出来を中チャベスはまたロープに持たれます。随分プレッシャーかけられてもね、プレッシャー自信に苛立ってるとそうですね、歯がゆい思いがあるのかもしれません。まさに百戦錬磨100試合でしょうね。これはいいパンチだったんですよ。セコンドで、まあ、コーナーで座って休んでるところを見ると随分疲れ切った感じ、で先ほど浜田さんが指摘したこのいいパンチを打ちながらも投げ捨てられるようなバランスを崩すシーンを見せてしまいました。今までそういうのはなかったですけどね、だったらあのペースの悪さは分かるわけですね、はいはい、ここで、一つ右、まあでも今のプッシングで倒されるから苦しいが多く見られます。ダッシュだったんですがこのラウンド継続することができませんね。ガクッといううなだれた表情を見せてしまいました。いや本当チャベスのスタミナというのは30ラウンドでもできそうな、どうですか。コーナーでもケロッとしましたからね。ああボディブロー、目を凝らして狙ってます。目は相手のところ挑戦、格下の相手にはチャベスらしい圧勝、今が脂が乗っている時なかなかラーッとチャベスもタッグの中 ね、ところを見せることができません。これが隠したならば悪くても自分なりに持っていっちゃうんでしょうけれども、またあと右ストレート中の左っぱが今度出ます。チャベスの顔はちょっと赤くなってまいりました。数々のパンチをこのラウンド重ねるごとに受けているようです。まあチャベスは本能的に前に出てるんですよ、はい、とかそのデバナンデバナンをカウンターで叩かれてますね。左をまた左、この左が生きてますね、叩き落とすような左。これから中盤に入っていきます。入ってきた、あーっとっとっと、あれだけ打ちましたね、打たせるっていうんですかね、難しいですよ、前に出てきます。さあチャベス出てきます、ローブローもあったようです。それを両手をつきました。フリオセサールチャベス、いや体動かんですね。チャベス追いかけてきました。バタッと前のめりメキシコの太陽が沈むようです。あーっと体ついていかないですね。ですね、右のストレートもう完全にこれ中狙ってますよね。このラウンド狙ってますね。やり出します。左効いた、横に流れてきます。右
股抜きのストレート、チャベス非常に苦しいダイブクラウンド、しのぐことができるか、右のストレートもらってしまいます。ほとんどのパンチが入ります。チャベスはそれでも前に出ます。そうですね、レイナッパー、あー飛び切り、かつて自分がやってきたことをやられています。試合終了です。ここがボクシングの良さですね。さっきまであれだけお互い健闘をたたえ合うっていうのがですね、すがすがしいですよ。体の差っていうか勢いの差っていうのはありましたね。チャベスが前に崩れていきました。あとはもう一方的でした。コンスタンティン中勝利宣言。